どうも、和田です。エアコン壊れたので直していきます。ファンなんとかが壊れたみたい。ニムロデさん、分解しても治らないんじゃね。リセットしてダメなら大家に相談だ。うん、いや、なんかね、ここのファンなんとかがあれだって書いてあった。一回そのホコリ取ってみる。ファンモーターっていうのの異常らしい。これどうやってカバー外すんだろう。じゅんさんはドツ。はい、はドツ。あ、じゅんさんいらっしゃい。どうしよう。どこが引っかかってんだこれ。汚ねー。
ってんの。上は外れてる。ジュンさんどれ芝居て。え？どれさん嫌いなの？ジュンさん。どうした？ジュンさん大嫌い。どうやって外すんだろう。大嫌いなんだ。どういうところが嫌いなの？どこが引っかかってんだこれ。ここら辺だな、多分な。どうやってんのこれ。ジュンさん今日の配信はエアコン業者は意外と大変なんだぞ配信。いや違う、なんかエアコンがつかなくて寒くて凍えてるからもうなんとかしようと思ってさ、自分で。どうやって外すんだカバー。ルーバーを外していく。ルーバーを外す。どっかにネジが入ってる。ジュンさんはどの話聞きたいから来たのに修理業者配信で残念。ごめんね。あ、でも全然会話はできるよ。ジュンさん会話しよう。ニムロデさん北海道を背中に貼ってしのごう。全然会話はできるからね。どうくっついてんだこれ。ジュンさんドライバーが精密ドライバー。精密ドライバーじゃない、普通のドライバー。これを外してこれ一回洗いたいんだよね。そうしたら内部が見えるから。なんかどこがくっついてんだろう。この辺かな。これが外れれば結構内部が見えるから作業しやすくなるんだよね。どこがくっついてんだろうな。ここは取れてるんだよな。どこだ。ニムロデさん多分だけど全体を持ち上げて外せば裏側にネジとかあるんじゃね。いや違うね。このカバーが外れるんだよ。このカバーが、こいつが、こいつを外してむき出しにするところからやりたいんだけど、カバーが外れないんだよね。なんか上は外れてるんだけど下がくっついてるな。どこだろう。マリルボーンさんおはよう。どう
すればいいんだろうな。おはよう。どうしよう。マリルボーイさん壊れたん？壊れた。これが外せない。どうやって外すんだこれ。ここはグラグラしてるでしょ。どこかってやんだ。もう一回サイト見てくるわ。マリルボーンさん管理会社に行ったらダメなん？ニムロデさんがアハンの送風口の横とかに隠れてるネジがあるのね。あーなるほど、わかったわかった。こいつを外すんだって。まずなるほどわかった、こいつを外すんだ。まずどこだ。あーいい感じになった。班長さんメーカーはどこですか？産業パナソニックなら少々わかりますが。東芝なんですよ。ありがとう。東芝っすね。班長さん元パナのサービスマンなので。こいつがこのカバー外してえな。汚ねえな。しかしでもだいぶいい感じになってきた。このカバー外れた。ここ外れた。汚ねえ。洗いてえ。これどこがくっついてんだこれ。このファ、この中のこれだ。シャレトン産室外機の方かもよ。班長さん送風口あたりにネジが隠れてないですか？送風口にネジが見当たらないんですよね。なんか上は外れてるんですよ。上はここまでだけど、この辺が噛んでる感じがしますね。下か。下だな。下ががっつり噛んでるんだ。どっかが この辺だ。これを外すってどうやってやんだ。下が噛んでる。班長さんその辺にネジが隠してあると思います。ネジ、ネジはないかな。ちょっと雑巾取ってくる。拭きながらやんないと汚い。班長さん左右2箇所切れ目ないですか？モイストさんこんないいタイミングでプロがいるわら。いやーだから配信者の特権だよ。左右ネジの切れ目。左右ニムロデさん同じプラスチックの蓋で隠してるよきっと。ここら辺が噛んでる感じなんですよ。この辺横はぐらついてるんですよ。こうこの辺噛んでるんですよね。シャレトン山上に押し上げてみよう。でこれをカバー洗いたい。とりあえず汚い。もうヤニだらけ。ほらヤニだらけ。どこがどう噛んでるんだ。この辺が噛ん、あ
下っすね。下、下が噛んでるっすね。どこなんだろう。班長さん、送風口にカメラ近づけれます？近づけてもね、見えないよ、真っ暗で。暗くて多分見えないと思う。ネジらしきものはないんですよね。わかんないでしょ、見えないでしょ。俺もね、この辺にドライバー4つあるからここ抜けって書いてあったの見たんだけど、ブログとかで。こういうところ見当たらないんですよ。で、この上がグラグラしてるから取れそうなんだけど、ここら辺がね、噛んでるんだと思うんですよね。このカバー外して掃除して動かしてみたいっていう。妖精アッコさんはドツお掃除頼んでみたら、それで動くようになることが多いって聞きました。ねえ、いや自分でなんとか、金がないからしたいんだけど。あれ、これ外れるんだ。ボイストさん、1万5000円コース。班長さんは、ちなみに故障内容は？故障内容は、エラー11番ですね。東芝のエラー11番で、なんだっけ、ここのモーター、この回るやつなんて言うんでしたっけ、これの故障だって。あ、なんか外れるな、これ。あ、外れる。妖精アコさん、1万円くらい取れた、これだ。マリルボンさん、それ古いんじゃないの？古いんだろうね、多分ね。あ、これ取るんだ。あ、わかった、これだ。これだ、これだ。あ、これだ。これを取って、で、これで外れるか？いけるか？いけそう。班長さん、駆動モーターの故障は修理以来です。え？駆動モーターこそ修理以来か。なんかね、もうここ1年ぐらい電源抜いて、電源挿してつけてを繰り返したらついたの。だけど今日はもう2時間やったのだ。班長さん、何年生ですか？わかんないっすね、何年生か。東芝の型番言えばいいですか？何年生なんだろう。何年生だこれ。2013年東芝の2013年モデルっすね。え、引っ越した時新品だったのかな。あ、引っ越した、え、2013年、あ、引っ越した時新品だったんだこれ。そんなに古くないよ。多分引っ越した時付け替えたんだな。班長さんなら部品はあるはずです。うん。いくらぐらいすんだろう、これ業者。班長さん、ちなみに購入店で保証は？いや、これ備え付けですね。備え付けです。班長さん、バナは2万円超えます。カフェで待ったり、30年以上のエアコン仕様でエアコン洗浄業者に頼むとカバー洗浄と内部洗浄しピカピカになるよ。班長さん、管理物件なら大家持ちでは？そうっすね、大家さん持ちですけど。そうです、そうです。でも今日つかないと嫌なんですよ、僕の性格上。うー、きったね。モイストさん、きったねえ。わら、ヤニ。
あ、延長します。班長さんでは素直に大家に連絡してメーカー修理してもらいましょう。そうっすね。カフェでバッタリさん、エアコン洗浄は金額6000円なり。班長さん、この時期ならすぐ対応してくれるかと。すぐ対応してくれる。 ありがとう、教えてくれて。ちょっとできるところまで自分でやってみるね。このカバー、汚いヤニだらけ。これ洗いたい、カバーを。班長さん、メーカーによると内部部品は5年保証ついてたりしますけど。うん、ありがとう班長さん。ここだな、ここが。班長さん、駆動モーターは1年が多いですね。駆動モーター1年。メロスさん、備え付けのものなら管理会社に言えば大家さん持ちで直してもらえるかと思います。うん、そうだね。外したいんだよね。リアです。ふわりさん、初見です。元エアコンのエンジニアですが、どうされましたか？ああ、プロが集まってきた。ありがとうございます。東芝のエアコンでエラー11番出てるんですよ。班長さん、勝手にバラしちゃうと、僕がメーカー時代は対応しませんでした。わらわらわら。東芝の11番ですね。大家には自分でいじったのは言わない方がいいかもね。でちょっと今このカバーを外して拭きたいんですよ。こっちのなんて言うんでしたっけ、このここのエラーですね。この中の回るやつの基板かどうかわかんないですけど。うーわ、汚ね。これはひどい。うわ、ひどい。班長さん、修理時そこ外すのでその時に掃除させてもらいましょうわ。ラワラワラ。東芝の11番のエラーが出てますね。モヘイさん、来たね。汚いどころじゃないよ。カフェでまったりさん、そこまでするならアイコン洗浄業者に任せた方が新品同様になる。モヘイさん、ホコリとカビ。どうやって外すんだろう、このカバー。ふわりさんが、韓流ファンのエラーですね。ちなみにカバーを外すなら上のカバーの爪を外さないと取れませんよ。上は浮いてるんですよ。エアコンクリーニング用のスプレーで洗うしか。上は取れてるんですよ。ここが噛んでるんですよ。これが分かんないんですよ。 この真ん中ら辺までは取れてる。 ここが下がね、この部分が噛んでる。ハンナ南風さん、備え付けだったの。モイストさん、いじりまくって対応してもらえなくなる展開狙いかな。どうする。ここの外し方が分かんないですよね。ここががっちり噛んでるの。なんだろう。ケンニアンさん、私エアコン屋です。
エアコン屋さんが3人集まってるって奇跡の枠じゃん。ありがとうみんな。エアコン屋さん元エンジニア。エアすごい面白い展開だね。東芝のエアコンでここのカバー外したいんですけど、この下の関電のどうやってやるんですか。下は隠しネジ。隠しネジどこだ。うんこ丸さんおはようございます。エアコン業者勤務です。エアコン業者勤務、あ、4人目ですね。皆さん、東芝のエアコンのカバー外したいんですけど、この下の部分これどうすればいいですか。ルナさん地元でタダでもらったらいいよ。すごいな、エアコン勢が集まってきたな。放送って面白いね。この下の紙が分かんないんだよな。どこだ。ルナさんそこ賃貸だから管理会社に直してもらおうよ。モヘイさんエアコン捨てるのも金がかかるんじゃないの。ケンニアンさんだって朝だもん集まるよな。班長さんおとなしく修理来てもらって、修理の時カバー外すのでその時掃除してください。ハンナ南風さんカバー外さない方がいい、プロもそう言うはず。いや、あのカバーを外すアドバイスをください。モイストさん止まらなくなってると子が監督らしいから、カバーを外す手段だけ教えてください。それ以外の情報は今いらないです。このカバーを外す手段を僕にください。ケンニアンさん外さないこと、いや外す手段を教えてください。外さない選択肢は今ないです。 DD さん隠しネジ探そう。隠しネジ、モイストさん直すとかじゃない外す手段だ。東北ゴリラさん俺も知識ないけどググってみる。あ、大丈夫だよ。ああ、東北ゴリラさん久しぶりだね。ケンニアンさんそれ裏でやるんだよ。ハンナ南風さんカバー外しても直せねえじゃんの配信。班長さん下に隠しネジあるはず。隠しネジ、班長さん2箇所。隠しネジって何。隠す、なんだ隠しネジってどこだ。あ、ここじゃないな、ここだね完全に。イムロデさん、ここ小さいプラスチックの蓋ついてる隠しネジがあるよきっと。え、小さいプラスチック蓋、どこは。ケンミヤンさんお前の配信おもろいな。隠しネジ、汚い。とにかくここまでは噛んでないんだよな多分。うん、ここだ、下だやっぱ。班長さんその手のとこあたりに隠しネジ。モヘイさんアパートの備え付けのエアコンなら大家に言えばいいのに。うん、そのアドバイスいらないんで、あの大家に言えとか修理業者呼べっていうコメントブロックしますから。めんどくさいんで。ベルさんわらわらわら、そういうアドバイス、それアドバイスになってないんで、僕が求めてることを答えてください。ケンニアンさんブロックしないで。モイストさんわらわらわら、僕が求めてないアドバイスいらないです。隠しネジ、え、黒いパーツが、ユーバーの中にキャップ好きのネジがあるよ。ドッキーさん思うようにならないからイライラしてるわら。ここまでは外れて、ここだな、ここだ。 C 君山上に押し上げてみなよ。いや、上には動かないね。ポンさんおはよ。アキラさんこりゃ肩が古いな。ミースマホ赤さん変にいじると感電するよ。班長さん隠しネジ探してください。DD さんコンセント抜いとけって。ケンニアンさんだからいつも裏でやるけどな。モイストさん感電わら。モヘイさん何を、和道の分際で。ス
ペース国量産それお前のもんじゃないだろう。モイスト3しかも濡れてだぜ。みースマホ赤さんエアコン代をください。 C 君さんって天井側上に押し上げてみなよ。ふわりさん隠しネジがないなら爪で固定されてる可能性がありますね。ハンナ南風さん俺の性格だといじってる間にさらに壊れてほしいと思てるよね。ポンさん延長します。モヘイさんでも自分でやった方が配信的に面白いけどな。サンバラして復旧させる自信ありますか。ポンさんいいねを10個プレゼントしました。ありがとう。アキラさん管理会社に連絡すべき。ポンさん風船を10個プレゼントしました。ここからプロの領域ヒロキュンさん全部試した。というボタンは押されましたか。ポンさんバーガーを5個プレゼントしました。もうにわか知識系は全部試した。うちのエアコンカバーはスライドするだけで全部外れる。ハンナ南風さんバーガーを5個プレゼントしました。したモヘイさんこれはネタになる。俺はこのカバーを外して内臓をむき出しにしたい今。ありがとうバーガーありがとう。モイスト3戻れないとこまで行こう。うん、アキラさん放題の交換になると思う。いやあのあなた方の予想はいらないです。アドバイスいらないです。僕が知りたい情報はこのカバーを外したいだけなんで、はい、ルーバーとか分かりません。専門用語やめてください。プラスチックの右のこの辺とか言ってください。チョコバルさんおはようが好きで、モヘイさんやろうぜ。やろうやろう。班長さんコメントだと説明難しいんで笑わら笑わら。でもなんとなく言いたいことは分かった。三型版教えてください。ニムロデさんそう説明が難しい。分かる分かる。なんだなんだ。いやこれパソコン、あれこれ自体が浮いちゃうな。ルーバーは風の吹き出し口。これカフェでまったりさんそのカバーは固定式で外れません。班長さんルーバーとは上下に動く羽のことです。でもここまで外れてそんなことある。ほとんどのものはカバー解除のためのへこみが左右にあるはずですがありませんか。ハンナ南風さんそもそも機械得意なの。その情報欲しい。左右にはね何もないね。左右には何もない。なんでこここんなガッチリくっついてんだろう。なんだこれ。班長さんあんまり動かすと本体壁から落ちますよ。だよね俺もそう思う。ここまでほらグラグラ取れるんだよ。こっから先がいかないんだよな。トッティーさん金具が壁に取り付けてあってそこに本体がはめ込んであるんじゃないの。多分そう。スペース黒猫さん素人に開けられないように設定してるの分かる。左手のこと。班長さん今の左手のとこハンナ南風さんだよね。ふわりさんコンセントの外しリセットしてみましたか。やった。カバーは安いエアコンなら下も爪固定ですね。とりあえずカバーを割らないように気をつけてくださいね。アヒージ予算管理会社に任せないと連勝代払わされそう。ヒロキュンさんエアコン本体自体を一度上に上げて本体の裏から外すタイプなのかですね。モヘイさんネジで止めてあるようには見えないね。裏はなんかクッションだな。裏はなんか裏は違う鉄のカバーだ。上は爪で引っ掛けてあるだけやから強引にやると割れるよ。ダメダメ。上は取れてんの。上は取れてる。班長さん本体裏側なんかで止めることはない。問題はこっちだよ。なんでこんな噛んでんだ。どこだ。これ取れるよね。テイクさんルーパー下の左右中央のめくらキャップ取った。班長さんそこめくらキャップが分かんない。そこがタイムラグがあるからそこじゃ分かんない、ね、班長さん左の親指。 C 君さん上に押し上げた。ここが噛んでるのよ。ここが噛んでるの。爪は外れてる。トッティーさん本体を横にゆっくり振りながら上に上げたら。ハンナ南風さん大家さんへの言い訳考えながらじゃ余計無理だよ。あのうるさい本当に。口にキャップがあるだろそこだよ。テイクさんネジが隠れてるんですよ。
カバー、ふわりさん必ずカバーは外れるはずですよ。だよね。班長さん感出るところに隠しネジないですか。いや、隠しネジはない。っていうか、ね、ドライバーが入らない。ここまでは、こっから上は外れるんだよ。基本エアコンの故障って、風呂外機の方じゃないの？室内機はただの送風口。スペース黒猫さん、お前タバコ吸いすぎだから壊れた。アキラさん、何がしたいんだ、時間を無駄にしてるぞ。うん、班長さん、もう一回言いますね。このカバーを外したいだけです。いいですか？このカバーを外す以外のコメントはブロックします。班長さん、正面からバラしていきます。僕からしたらうるさいだけなんで。山本さん、素人だと厳しそうだけどな。いや、厳しいとか厳しくないとかじゃなくて、僕はこのカバーを外したいだけです。しつこい。カフェでまったりさん、イライラマックス。プッシュって書いてある。ここ押せって書いてあるな。プッシュって書いてある。ここ何にもないんだけどな。なんだろう、プッシュって書いてあるんだよな。なんだろう、班長さん、さっきから送風口の中に手を入れてるよね。分かった。ヤホーさん、買い替えようよ。はどう。班長さん、プッシュ押すなよ。プッシュって書いてあるから。班長さん、本体外れるぞ。あ、来た。ハンナ南風さん、エンジニアさん、修理依頼前はこんな客がいますよ。あ、こっち外れたな。なんでだ。あ、こっち外れた。なぜか外れてる。うん、入ったな。イライラする。その薄汚れたカバーと同色のネジ穴ぐらいのキャップが。ちょっと待って、今確認なんだけど、エアコン、元エアコン業者、エアコン関係の人手挙げて。モヘイさん、ガチャガチャ。エアコン関係の人手挙げてください。班長さん、プッシュは本体をプレートから外して室内機を下に下ろすときに押すはず。ミーさん、大家さんに言えば新しく変えてくれるんじゃないかな。ハンナ南風さんの通り2人。班長さん、元パナの修理マン。3人、4人、5人。班長さんの6人。現地さんの6人いるのか。金次ポンドさん、ダメなのはコンプレッサーだろ。三大金のエンジニアです。ふわりさん、元メーカーのエンジニアしてましたよ。ガツンとみかんさん、私は肉屋。団子さん、意外と多いわら。いや、7人もエンジニアが集まってたら大丈夫だな。班長さん、ここまで。でも東芝がいないんだよ。わらわら。東芝、お前らだから三流メーカーに勤めてたんだよ。団子さん、肉屋関係ねえ。一流のメーカー呼んできて。ちょっと一流の、お前ら三流メーカーでしょ。どうせ三流メーカーか下請けだろ。東芝のエリートエアコンマン呼んできて。ゴールドキャットさん、インバーターがやられてたら室外機の基板かもよ。わら。ニムロデさん、7人のエンジニア中瀬の和道最高。東芝班長さん、バナが三流。わらわらわら。まあ三プロに任せろ。ヤホーさん、いねえだろう。 W ミネツさん、おはよう。うん、今の状況は形式は何。お前がポンコツなんだよ。どうなってんだこれ。なんか綿が詰まってんだ。カツンとみかんさん、東芝ならサザエさんに相談しよう。カフェでまったりさん、電話のエンジニアのプロです。ミースマホ赤さん、感電しよう。神対応さん、古ごときの指図は受けない。どうなってんだこれ。ハンナ南風さん、遠回しに東芝ディスやめれ。銀次ボンドさん、ガスだろ。班長さん、コラボ枠にしてエンジニアに上がってもらえば。わらわらわら。
まあさん、まずコンセント抜こう。コンセント抜いてる。そらのすけさん、こんちやら。どうなってんだこれ。もうカバー割った方が早い。ヤホーさん、素人じゃ無理だろ、なおさら壊れるぞ。テイク3、吹き出し。口の左右に四角い小さいキャップあるはず、そこにネジが隠れてる。班長さん、僕は三流メーカーなので遠慮します。そらのすけさん、ビス外した。みー、スマホ赤さん、昨日たかが2万円のアイテムをタワクで投げたものです。ガツンと。みかんさん、八百屋のおっさん詳しいよ。ハンナ南風さん、なおすなよ。まあさん、ネジ外してないね。ハンナ南風さん、メガホンをプレゼントしました。ハンナ南風さん、バーガーを10個プレゼントしました。どうぞ。ありがとう。ミネツさん、何がしたい。運び子さん、エアコンを頭で受け止める配信。ポンタさん、随分年季が入ってますのは。そらのすけさん、ネジ外さないと割れるよ。ネジなんかない。班長さん、熱交換器変形させないように、後怪我しないように。どうすればいいんだろう。昔のネジ穴テレビと一緒で、おもくそ叩けば治るやろ。そらのすけさん、あるある。どうすればいいんだ。まあ三風が出るところの下に3本くらいネジあるでしょ。ミネツさん、一旦本体を壁から外してからカバー外していくんだよ。班長さん、さっきから送風口吹いてるやん。ユピーさん、素人が直せるわけないだろう。そらのすけさん、風の吹き出し口。ポンタさん、お掃除だけで終わっちゃうと予想。もっとアップにしてみせろ。そらのすけさん、蓋されてるとこ。どうなってんだこれ。東芝さんよ。神対応さん、こいつやっぱりバカだな。ヤホーさん、まずはドライバー持ってこようか。 DD さん、吹き出し口を移してネジ探してもらおう。ふわりさん、私は一流ですよ。ちなみにエアコンぐらいなら1時間くらいで内気と外気全バラで、コンプレッサーも溶接修理までできますよ。ガツンと。みかんさん、もう遅い、五輪中です、諦めましょう。ポンタさん、エアコン掃除に閲覧250わら。班長さん、コラボ枠してみれば。ユピーさん、超えよ。ミネツさん、なんで壁から外さずやってるわけ。南馬ナンバーとあげちんさん、風船を5個プレゼントしました。東芝に鬼クレーム入れて訴えられろ。ヤホーさん、とりあえずエアコン度アップで映してプロに見てもらえよ。プッシュさん、プッシュをしながら持ち上げるかカバー下げるかしてみては。 DD さん、ネジがないんじゃなくて蓋で隠してあるんだろ。南馬ナンバーとあげちんさん、風船を5個プレゼントしました。モヘイさん、下の風が出るところが怪しいな。ガツンと。みかんさん、お掃除本舗も諦めました。ユピーさん、メンテナンスしてないお前が悪い。そらのすけさん、吹き出し口の真ん中ら辺に開きそうな蓋ないですか。え、口の開きそうな、いや、ここが噛んでる。ヤホーさん、エアコン落下したら臭むえるんだがのは。班長さん、プッシュは室内機外すときだって。 DD さん、全部佐野のせい。ミネツさんが編み図にジュラした布で拭いてる。事態弱ってる。そうだ、強引に引っ張れ。そらのすけさん、そこ。いや、何もないよ、ネジとか。ゆうさん、パンチすれば治るよ。あ、ポンタさん、帰ってぶっ壊れそう。 W 壊れる。さあ、このカバー外したいだけなんだけどな。どうなってんだこれ。モヘイさん、その下の口のところに隠れたビスないのか。ガツンと。みかんさん、ダスキンの社員がバカにしています。警察に通報しました。ヤホーさん、とりあえず怒りのアッパーカットしてみよう。そらのすけさん、コーンをやる見かけてたらいい。テイク3、吹き出しの左右にネジあるはずだよ。もうちょっと強く引けば外れるよ。のこのこさん、もう無理、余計壊す。班長さん、コラボにしろよ。ミネツさん、壁に沿って本体持ち上げて。班長さん、説明してあげるから。
いやもうなんか配線が見えちゃうんだって、これあこれこれそういうことか。いやこれ一体型だ。ヤホーさんコラボしろだってよ。これ一体型。モヘイさんカメラをもっと下から映せないかな。一体型だこれ、一体型。ポンタさん班長さんに助けてもらおう。どうすればいいの、どうすればいいの。班長さん本体落とすぞ。ガツンとみかんさんドレさんとコラボ希望します。ウィースマホ赤さんへ。でも月20万円以上不満記事で稼いでるんですよね。 どこ打つの。どういう生活を送ってるんですか。どこ。空之助さん話聞かないのは。どこどこ。班長さん一体型なんてないから。どこよ。ボイスと3回本はこう言うとこ見習えよ。班長さん修理できねえじゃん、わらわらわら。微熱さん壁から本体を外す。いやいや、どうやってやるのかだよ。固定式で二度と外れません。このプッシュがよくわかんないんだって。ここふわりさん一体型でも外せますよ。のどこよ。ジョモペチーさん下じゃなく上の爪が引っかかってる。班長さん送風口。どこだって。空之助さん送風口。ライトで照らせ。今度は班長さんライトで照らして。ちょっと待って、ライトで産業者呼ばなきゃ無理でしょ。ライトなんかないよ。よく見せろ。空之助さんはシット班長さんだから。プッシュは室内機を下ろすとき。ライトで照らせとかよ。ネクサンネジはない、引っ張って取るだけ。ほんと無能だな。それでプロ名乗ってんのかよ。薄暗いんだよ。カス銀次ポンドさん桃太郎に廃品回収だそう。ヤホーさんイラ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  W。 班長さん懐中電灯でもいいよ。ガツンとみかんさん買い替えなさい。ラーメン微熱さん押してロック外して本体持ち上げて外す。班長さん無能わらわらわら。しんしんさん携帯のライトあるやろ。里芋王子さん文句言うなら人に聞かないで自分でやれや、ゴミクズ。班長さん頑張ってください。はい、はい、何どこ、はい、どこが見たいんだよ、どこが見たいんだよ、どこが見たいんだよ。じゃあ見せてやるから。どこだよ、どこだよ、どこだよ、言えよ。どこが見たいんだよ。テイクさん吹き出しの左右中央アップ、はい、スペース黒猫さん欲しいコメントしかいらないだろう。ほら何どこどこだよ、どこだよ、なネジ。しんしんさん W だよ。どこだよ、見せてんだろ、どこが見たいんだよ、うん、ちょっと待って、今パソコン配信じゃ URL わかんない。エンジニア買っちゃったじゃん。どこだよ、どこだよ、そこにあっただろ。そこってどこだよ。里芋王子さん誰も教えたくなくなったってよ、ゴミクズ。BD さんいい仕事してますね。からのこのこさんが使えねえ、ほんと使えねえ。スカーレット3号さんですが壁から外すことです。まあ33とリセツ見ろよ。壁から一体型だよこれ。ふわりさん一体型だからプッシュマークを押しながら外してみてください。いやそこはそこだろ。銀次ポンドさんあそこだよ。一体型さん型番とか URL やめれや W ネタがすぐ終わってしまうやん W。 無理無理無理。あ一体型だこれ、これ一体型だよ、これ一体型だよ。空之助さんネジないタイプの方か。なんか引っ掛けてあんの、そう鉄のフックがあんのここに。ミッティさん使えないのはお前だ、ゴミクズ配信者。どうする。団子さんリーム。これ外れないってこと、これ外れないってこと、どうすればいいの。ヤホーさん一体型なんて存在しないって言ってたよ。いやだから一体型なんだよ、聞き分けがねえな、ポンコツエンジニアがよ。空之助さん絶対はずれる。 DD さん壁を剥がしちゃえばいいじゃん。眩しいんだよ、ライト消せよ。ふわりさん外れますよ。C 君さんさっきから言ってるだろ、上に押し上げろよ。上に押し上げてどうすんだよ。ヤホーさん確かに眩しいな、ライト。上に押し上げたらどうすんだよ。何もないよ。 C 君さん引っかかってるだけだよ。いや違う、俺はカバーを外したいんだ。銀次ポンドさん2万あれば直せる。めんどくせえな、2万ねえから自分でやってんだよ。カルピスさんもう治ってるよ。もう治ってる、つけてみる。じゃあつけてみる。
C 君さん、それは一体だよ。つけてみる？さあ。リネツさん、ググれかす。ググったよ、もう散々。ガツンとみかんさん、ピンチをさらにピンチにする男。どうしよう。あ、リモコンがない。リモコンどこだ？リモコンどこやった？あれ、リモコンがないな。アナル三層風口を押し上げたら外れるよ。あれ、ここにネジ穴がある。あった。あ、これだ、これだ。あった、ここだ。これだ、これだ、これだ。あった。ミネツさん、破壊して直してる気になってる状況。見つけた、見つけた。これだ、これだ。なんで斜めってんだよ、わらわらわら。ミッキーさん、アホズラ。これだよ、あったよ。あ、延長します。アイテムお願いします。 DD さん、ネジネジってみんな言ってたのに。隠れネジだよ。ほら、ミロカス、モヘイさん、ライトで照らすという人が正解だった。ガツンとみかんさん、十分とレコーありましたね。あれ、あ、隠しネジだ。俺の言った通りだわ。隠れネジだよ、隠れネジ。俺の言った通りだったわ。ニムロデさん、 www これだ、犯人絶対これ。隠しネジこれだ。モヘイさん、何言ってんだハゲ。ヤホーさん、お前ネジ否定してたやん。班長さん、謝れ無能に。シンシンさん、ふざけてる。おでこも隠せよ。ネジじゃなかった、これ穴だったわ。運び子さん、口の中にゴミが入る。班長さん、ライトいるだろ。ガズンとみかんさん、間違いなくオチがありませんわら。アキラさん、一旦落ち着いた方がいいぞ。冷静さを失ってる。ソラノスケさん、ネジなんかねえよって言ってたやん、わらわら。ニートさん、おはよう。エアコン壊れたん？トメタンさん、今から群馬新幹線で行く。モヘイさん、ネジじゃなくて穴なのかよ。あ、どうしよう、マジで。ガズンとみかんさん、身から出たサビ、わらわら。どうしよう。そもそもお前にエアコンなんて贅沢なんだよ。しげる兵さん、カバーの横を押して上に押し上げる。直したいな。 C 君さん、枠だけ外すのは無理だよ。もう諦めようかな。どうしよう。なんで俺のエアコン使うの。てかエアコンなんてなくてもいいだろ。 W なんでだ。意味わかんねえな、まず。ネクサンヒント強引。なんなんだろう。九州団里さん、壊れてないかもよ。寒いと温まるまで作動しない。カルピスさん、カバー外したところで治らないよ。電気代払ってねえんだろ。ミネツさん、だいたい高圧洗浄機持ってうの。九州団里さん、車の暖房はそうだもんな。里芋王子さん、こいつは家賃を払ってないから大家に修理をお願いできません。ガツンとみかんさん、私は今から裸で寒風摩擦。ネクさん、寒すぎる説か。 W ニートさん、カバーが外れてもユニット部品がないとダメじゃん。九州団里さん、あれ、カメジャーっとつくづく。女好きさん、電気代払ってないなら電気すらつかねえわ、わら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 。
どうしよう。マジでどうしよう。微熱散気板と高圧洗浄機買ってこいよ。スペース国領さん、これで監督名乗るんだもんな。わらわらわら。ミッキーさん、汚ねえのはお前の頭の中、ゆとりの度と一緒の頭脳しかないゴミクズ。モヘイさん、正面に隠されたネジがあるとかじゃないだろうな。まあ三大掃除ってこと。ニートさん、うちの白熊くんは絶好調わら。カメジャーっとつくづく女好きさん、オレンジ派エアコンガンガン効いてる。ニートさん、カビやべえ。モヘイさん、横持って上に上げた。カメジャーっとつくづく女好きさん、汚ねえ。ヤホーさん、おぶつうつすな。微熱さん、それ高圧洗浄機ないと汚れは取れない。3倍目やっと、ヒカルさん、エアコン直るんすか、わら。あー、ありがとう。エアコン直すよ、俺は。俺はやる男だよ。やるときやるから。ポンコツエンジニア、コメントで怒ってるポンコツエンジニアと一緒にしないでよ。俺はやるときやる男だよ。二宮隆ちゃんさん、おはようございます。おはよう。クマコさん、うちの白クマくんも絶好調。ガツンとみかんさん、うちの大金ウルルとサララ絶好調。ポンタさん、ヒント気合。ソラノスケさん、高圧洗浄機なくてもちゃんとブラッシングしたら落ちるよ。モヘイさん、壊すよ。S氏さん、自分で言うてる目に限ってできんやろわら。バチマルさん、感電しろ。3倍目やっと、ヒカルさん、買い替えになるの期待してます、わらわら。マジか。いや、俺は絶対直すから。やるときやるから。里芋王子さん、エアコンを自分で直したいのは家賃を払ってないから、大家にお願いできないからです。コニーコーさん、動かないの？エアコンのブレーカーが落ちてない？ふわりさん、エラー11は室内モーターが止まってるからですね。割り箸とかでファンを回してみてください。了解、ありがとう。ヨネツさん、うちのプラズマクラスターも絶好調。モヘイさん、その辺触って歪ますなよ。ガツンとみかんさん、やっぱりエアコンはダイキン工業が一番。ヤホーさん、助けようとしたプロに坂上さん、やっとまともなコメント来た。割り箸とかで WWWW 聞き分けが。ミッキーさん、猫が来たくちゃくちゃ飯食う常識は連れのゴミ光る。もへそこには自称プロが何人もいるんだぞ。伝説のマッターマット冷え性星さんさん、すごいエアコン修理してる、頑張って。だから上に持ち上げて引くんだよ。二宮隆ちゃんさん、いいねを10個プレゼントしました。いいね、ありがとう。なんかゴミがボロボロ落ちてくる。汚ねえな。なんかボロ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 落ちてくんな。すごいよ。回れ回れ。ふわりさん、ファンを回すときは電源入れたままで回してください。モヘイさん、ある松井棒だ。お前さっきから掃除してるだけだろ。ガツンとみかんさん、3倍目光るは女と同棲、ガチ恋は許しません。の宮子さんさん、管理会社に電話すれば大家負担で直してくれるのでは。DD さん、橋の持ち方がナットラン。里芋王子さん、家賃を払ってないから大家にお願いできません。あきらさん、エアコンでこんなに閲覧取れるんだな。ひょっこりばんさん、初見。室内機なんかばらしても治りませんよ。メイン基板は室外機にあるんですよ。しげるへいさん、多分家賃を滞納していて大家に電話かけられない。二宮たかちゃんさん、朝からしんどいでしょうが頑張ってください。しんしんさん、イライラ倍増中。ニートさん、エアコンのばらしたとこなんてめったに見れないからな。ヤホーさん、まずは家賃払おう。ソラノスケさん、修理してもらうなら触る前に電話してきてもらわないと対象外になって修理してもらえないかもだよ。
カメジャーっとつくづく女好きさんもハンマーで叩こう。ガズンとみかんさん昨日ショーチャンピンは女を連れ込んでました。まあ3本体にリセットボタンついてないブロスさん、ここは邪魔ワイボジですよ。しげる兵さん、まずはストーブ買ってこよう。その情報はイラン W 外す方向だけ入れよ、ね、ブロックするぞわら。里芋王子さん、エアコンなしで年越しすればいい。月の都さんさん、ジェットスプレー使えば一瞬で綺麗になるのに。ふわりさん、エラー11ですから、外気や基板は関係ないですよ。テイクさん、本体の試運転ボタン押した。試運転ボタンがどこにあるのか分かんない。ガズンとみかんさん、練炭ストーブはいかがでしょうか。ミッキーさん、こいつの将来ルンペン。どうすればいいんだろう。カズヒコさん、室何様、兄様ともゾウさん、本体に強制冷房のやり方ないですか。ドッティーさん、寿命です。強制冷房ふわりさん、モーター交換が早いですよ。まあ3右にあるでしょ。右どこ。モヘイさん、エラー11は爆発するぞ。ブロスさん、本当にここは邪魔はイボジデフ。強制冷房運転、パネル本体の中央。テイクさん、右の鉄板付近ない。10秒以上、これ押すんだ。団子さん、エリア11、これ10秒以上押すんだって。二宮たかちゃんさん、エアコンの型番とエラー番号でどこが悪いか調べられないのかな。月の都さんさん、絶対割り箸でついても治らないよ。コニーコーさん、リモコンの電池が切れかかってるだけだったりして。わら、ニートさん、すげえ。あ、待った待った。あ、来た来た来た。ゾウさん、強制冷房でファンが回ればファンモーター回れば問題なし。今回ったじゃん。カズンとみかんさん、裏ビデオはやっぱり素人が興奮しますね。今ふわりさん、右にモーターついてますからね。キルさん、古いエアコンやな。九州ダンディさん、11番半以上。月の都さんさん、1回元栓の電源落としてみれば。回ったよ今。あれ、モヘイさん、その辺に隠しネジないのかよ。アキラさん、それ気のせいだから残念。班長さん、回ったのなら触るな、怪我すんぞ無能。綾波ゲイさん、おはようございます。九州ダンディさん、モーターが死んだんだよ。いや今自動で回ったからなんとかなるでしょ。すげえよ。モヘイさん、エラー11ってなんなん。メルミーさん、管理会社に電話して。コニーコーさん、新しいの買えばいいのに。里芋王子さん、家賃を払ってないから大家にお願いできないから仕方ない。ふわりさん、多分モーターやファンにヤニがついて止まってる可能性高いですね。ニートさん、両端叩いたら治りそう。シンシンさん、回ってもすぐ壊れるだろ、わからないの。カルピスさん、もうこれで完全に壊れたな。何様、兄様とも、ゾウさん、強制冷房で作動しなければファンモーターがダメかもね。ガズンとみかんさん、東芝には負けたくない、代金抗議用。アキラさん、普通に管理会社に連絡したらネタにならんからな。綾波ゲイさん、のうぐやに行きましょう。二宮たかちゃんさん、この冬エアコンがなかったら辛いですね。モヘイさん、パワーで外してみよう。空之助さん、市販の洗浄スプレーは使わないね。あー、イライラする。ニ
トさん、あさってから寒くなるよ。しげる兵さん、なんで市販のじゃダメなの。ジャジさん、読み上げアホすぎる。しんしんさん、ゆうたばこで汚すな。メルミーさん、サラダ油を塗り込めば。あやなみげいさん、案外のんちゃんが治せるかも。 DD さん、粉茶を吹きかければ治る。ふわりさん、あ、私がそこにいたらすぐバラして治してあげるのにね。もへいさん、両横を持って上にあげるんだよ。そらのすけさん、変な膜できたりするから壊れたり排水詰まったりします。しげる兵さん、なるほど、幕がガツンと。みかんさん、私はエアコンの中手はタバコはすいません。月の宮子さん、さん、東芝のエラー11はネットで見たら室内ファンモーター不良、室内基板不良でしたよ。どうすりゃいいんだこれ。班長さん、てめえ見て、エナ無能が買ってやらかすから修理する人間が困んだよ、ボケが。あやなみげいさん、部屋を汚くしていると故障の原因になります。エラー11でググったら和道が無能ですって出たぞ。ライトさん、直せるの。とりあえず花火くんね。こっから先は、こっから先の感動のエアコン復活編は花火で、花火5発。ジュイ君、ヤドカリさんはわら。クリスマスプレゼントちょうだいよ。アキラさん、森商法。頼むよ。ミースマホ赤さん出た。ノリさん、もうエアコンに昇竜拳かましてボーナスポイントもらおうぜ。班長さん、2つするわけねえだろ。里芋王子さん、ガンナに自分で直そうとしてるのは家賃を払ってないから、大家にお願いできないからです。何様、兄様とも。ゾウさん、まずコンセント抜いて1分待って、リセットしてからコンセント挿して強制冷房しましょう。それで室外機がカチッと音するまで待つ。格安シム普及委員会さん、クリスマス終わったよ。各地位のさん、エラー11って今から1分じゃないの。新進さん、台本か。キャンディーさん、こないだ花火いらないって言ってたやんわら。お兄子さん、業者呼んだ方が早いのに。アキラさん、クリスマスもう終わったよ。ガツンとみかんさん出ました。タケノコ商法。あやなみげいさん、爆発の恐れ。これパーツはもう元に戻した方がいいよ。いいスマホ赤さん、いやいや、飛ぶだろ、バカがいるから飛ぶだろ。これもう何、パーツは元に戻した方がいいの。外したやつはこのままでいいの。このままで OK。 班長さん、直らんと言うとるやろが、理解力ないのか無能。アーメさん、俺アイテムさえ即したことないでしょ、どや。パーツ組み込んでいいの、外したやつ。神対応さん、すげえバカ、黙ってやれよゴミ。どうすればいいんだこれ。班長さん、元に戻さんとメーカーは客の落ち度と言うぞ。ガツンとみかんさん、まあいいや、俺のエアコンじゃないからわらわら。そらのすけさん、基板のとこ開けよ。ふわりさん、今のままで動かして大丈夫ですよ。あやなみげいさん、素人がやると恐ろしいことが起きます。何様、兄様とも。ゾウさん、そのままで大丈夫。班長さん、客の落ち度なら大家から個人に請求来るからな、わらわらわら。
カズンとみかんさんお着物、エアコンでいいでしょう。何様、兄様とも、ゾウさんコンセント挿して強制冷房の操作してみて、しばらく待ちましょう。そらのすけさん年末大掃除ですが。コニーコーさん普通にエアコンの掃除しただけだね。その前に吹かせてこれモーターファン。汚い。いくら拭いても汚れが取れる。すごいことになってるよ。やってもやっても茶色だよ。班長さん強制冷房しても意味ねえから。二宮たかちゃんさんなかなか花火あげれませんが、エアコンの修理代です。受け取ってください。ああ、ありがとう、たかさん。JK さん、昔、エアコンが壊れたから修理するって言って、そのまま帰らぬ人になったやつがいたな。そらのすけさん、ブラしないの？九州団里さん、壊れてんだから、きれいにしても。まあ、三素人が下手に掃除すると、ドレンパンにゴミが落ちて詰まったり。ドレンパンの傾斜が変わったりして冷房を使った時に水漏れする。綾波ゲイさん、ホコリをためすぎると故障発火する恐れがあります。そらのすけさん、配管右かな。ボロ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 落ちんな。班長さん設置場所から右配管と思われ、うなぎスペシャルさんゴキブリどれか出てくるぞ。綾波ゲイさん、和道大発火。ニートさん、ゴキとか室内機にたまにいるんだって。そらのすけさん、右なら今のままだと水漏れしそう。ほこりがバンバン出てくるよ。あ、でもだいぶ綺麗になったな。うなぎスペシャルさんゴキブリイヤホイ。バチマルさん、勘でしていいから。だいぶ綺麗にはなったな。班長さん、水漏れすればいいんだよ、わらわらわら。綾波ゲイさん、ワンルームなのだからこまめに清掃しましょう。よっしゃ、行く？強制冷房。空之助さん、うちもエアコン掃除しよ。強制冷房行くよ、みんな。ふわりさん、配管は部屋の間取りから見て右の直出しですね。さんじゃ俺もエアコン掃除しよ。わら、なんか変な点滅するようになった。変な点滅するな。なんだこれ。何様、兄様とも、ゾウさん室内機と室外機の感覚人は強制冷房するしかない。あ、止まった。回るけど止まる。回るけど止まるわ、みんな。あ、止まった。あ、止まった、止まった。兄様とも、ゾウさん点滅でいいんだよ。ね、回ったり止まったりするわ。あ、来ないのか、回らないの。回った、回った。あれ、止まる。回ったり止まったりするな。ニートさん来た。
あ、回った。あれ止まった。回ったり止まったりするのなんで？あれ？何様、兄様とも、ゾウさんしばらく待って。ふわりさん点滅もエラーですね。何回か回してください。回ったり止まったりするんだよ。これ回るでしょ？回ってるでしょ？今。これ止まった。なんだろうこれ。回ったり止まったりするんだよね。まあ3モーターが立ってる。モーター？これやっぱり。今止まってる。綾波ゲイさんリスナーに遠隔サービススタッフがいる。あ、ダメだ。エラー出た。どこの子さんが。もう一回やった方がいい。兄様とも増産室外機は作動してない。回ってるファンを手で止めてみろ。ふわりさんモーターが弱ってると思いますよ。二宮たかちゃんさんやっぱりタバコのヤニによるモーターの故障かな。マービーアット DMF3 寒いから大変ですね。空之助さんモーター行かれてるか。モーターだねこれ。空之助かわいいな。なんかガツンとみかんさんうちもこれで買い替えました。これダメだ。電源切ろう。綾波ゲイさん寿命、寿命かな。強制。空之助さんやめて。いや空之助かわいい。点滅は爆発1分前。あれつかなくなった。空之助めっちゃかわいい。ガツンとみかんさんお祈りしましょう。ニートさんモーター交換とか高そう。あれモーターがダメだったんだ。あれつかねえな。え、空之助かわいくね。あ、そんな可愛くないわ。プロフィール見たけどそんな可愛くなかった。そんな可愛くねえわ。もう一回1分待つわ。微妙。空之助さんモーター交換ですね。引きで見ると美人だけど近くで見るとブスなタイプだな。微妙だわ。ガツンとみかんさん大金工業の営業マン手配しました。綾波ゲイさん集中力がないな。どうしようか。空之助さん主婦だわ。あ、主婦か。その顔でよく言えるな。いや俺竹野内豊がそっくりって言われるから。神対応さんその顔でよく言えるな。竹野内豊か激似。ガツンとみかんさんすごい閲覧。いいもん持ってるな。ふわりさんファンが止まったら何回か割り箸で回してください、うん、それでもダメならモーター交換で1万位で修理ですが今の年末なら修理は遅くなるかもですね。ゆめさんそれ備え付けでしょう。備え付け。ガツンとみかんさんひょっとこどれも呆れてます。前は何回かリモコンピッピやったらついたんだけどな。なんでつかなくなったんだろう。空之助さん家事するので潜ります。頑張ってね。
九州ダンディさん備え付けなら大家さんに頼めばライフライン系は年末関係ないよ24時間対応。ソラノスケいいね、エロい。綾波ゲイさん、エアーコンディショナーの経年劣化による故障は貸主が修理してくれるのでは。あ、回った回った回った、来い来い来い。なんか回ったり止まったり繰り返すね。里芋王子さん、家賃を払ってないから大家にお願いできません。夢さん、普通大家に連絡しなよ。何なんだろうこの回ったり止まったり。愛おばしんひかりさん、大家さんに言いましょうが初見です。ガツンとみかんさん、タバコは換気扇の下で吸いましょう。エラーが出るな。まあ3モーターのトルクがないんでしょ。多分そうだよね。11番だな。やっぱ綾波ゲイさん、そのキューピーに体の体臭も原因でしょう。11番のみだね、エラーは。モーター？00もなるけど、00は違うよね。11番だね。エラー11。どうしよう。ナルスターさん、寿命です。アパート管理会社に行っては移行官。交換だね。冬なのに。ふわりさん、モーター配線と基板の接触不良の可能性もありますから、配信の抜き差しもおすすめ。コンセントを抜き差しも50回ぐらいやってるよ。でも昔はこれで20回ぐらいやると治ったの。これを一日何回もやって1時間ぐらい治ったんだけど、全然治んなくなってきたよ。綾波ゲイさん、あと2日もしたら正月休みに入ってしまいますよ、早めに。 DD さん、コンセントじゃなくて配線の抜き差し。配線、配線抜き差し、こっちか、これか。これ開けるか、じゃあ。ふわりさん、モーター配線と基板の配線抜き差しですよ。これか。ラランさん、ファンの異常でしょ。カー君さんを調べしましたら、エラーコード11はファン異常です。ファン以上だよね。まあ、素人はやめた方がいいよ。久しぶり。これ配線抜き差しってどういうこと？二宮隆ちゃんさん、やっぱりモーター交換しかないのではないですかね。ネクサン劣化しているんだから配線関係なくね。神風555さん、初見です。室外機のガス欠じゃ。抜き差しって言われたな。配線これか。ふわりさん、配線抜き差しならばらさないと無理かな。多分無理かな。配線は基板、無理だね。これは俺には無理だわ。これは無理だ。二宮たかちゃんさん、あまり下手にいじると余計壊れませんか。銀次ポンドさん、寿命ってことだな。寿命だね。
ナルスターさん10年使ったら耐用年数超えていますので、いつ壊れてもおかしくありませんね。ガツンとみかんさんリスワン取って1万円。綾波ゲイさん左手がクシャナヒデンカみたいだな。参ったな、寒いのに。何様、兄様とも。ゾウさんコネクターの抜き差しはカバー取らないとダメ。ガツンとみかんさん間違いなく買い替えです。ダランさんブレーカー切ってみた？ブレーカー切ったのやった。やったやった。マジか、戻すかじゃ。ガツンとみかんさん持ちは持ち屋。BNF3 大屋さんに行ったら交換してくれるよ。大屋さんに言うか。銀次ポンドさん諦めない気持ちが大切。綾波ゲイさんあまり触らない方が良い。青汁さんエアコンは大家持ちだよ、言えばいいだけ。BNF3 管理会社さんに言えばいいよ。ガツンとみかんさん素人が直せるわけない。道具出すのめんどい。三不動産に連絡しろ。この程度だったんだな俺は。ちょっとがっかりだな。自分にがっかりだよ。あ、これ穴じゃないわ。これエアコンのこれの穴だ。隠しネジじゃなかったわ、今気がついた。ただこれじゃん。これだ。銀次ポンドさん家賃も負けさせろ。なんだ、ただのこれ、この穴だ。妖精らと3年末だしすぐには修理できないですね。ねえ、これだ。これだ、これ。うわあ、へこむな。ニートさんストーブとか持ってるの？持ってないんだよね。ラランさんガス交換してもらったら治ったけど、私は。BNF さん新しいものに変えてもらった方が運も向くよ。綾波ゲイさん築25年でそのエアコンはいつから設置されてるのか。ナルスターさん次のエアコンは代金だったらいいな。銀次ポンドさん石油ストーブにしろ。ガツンとみかんさんこの際あったかいアフリカ行こうぜ。九州団里さん普通は新品になるチャンスなのにへこむ理由がわからない。2013年。ニートさんまだ5年目なんだ。BNF さんまだ5年かよ。大なり小なり綾波ゲイさん5年か短いな。ガツンとみかんさん常夏のハワイ行こうよ。まあさん家のエアコンは25年くらい使ってる。 W ナルスターさん5年はそうすぎるね。テイクさん暖房使うと寿命早い。ニートさん25年ってすげえわら。モヘイさん使いエアコン掃除くらいしろよ。青汁さんエアコンは結構持つからね。道具出すのめんどい。三家にいる時間長いから消耗が激しい。綾波ゲイさん綺麗に使えば長く使えますよね。銀次ポンドさん家賃溜まってるから言えないのか。まあ3、2年に一度はバラして掃除してる。
青汁さん下手にバラしたら大家交換してくれないぞわら。ネクサンエアコンは夏しか使わないのは。綾波ゲイさん分解清掃はお金かかりますが長持ちします。ニートさんお掃除ロボットって上のフィルターしか掃除してくれないのにはがっかりした。あれこれどうやって外したっけ。言い方わかんねえな。何様、兄様とも、ゾウさん右から、ジ左最後に真ん中。ガズンと、みかんさん四つ三番やから、スタッフさんに、花火、小次郎ぜ。綾波ゲイさん5年で、こんなに黄ばむんですね。うわぁ、マジかよ。銀次フォンドさんよくある元に戻せないケース。気合でなんとかなんねえかな。終わりか。ダランさん思い切って叩いてみたら。まあ3エアコンの掃除はプロか、掃除に慣れてないと掃除後に音がうるさくなる。ガツンとみかんさん腹減ったから焼きそば作ります。あしからず。腹減ったな。BNF35 年で壊れるって衝撃的。これが一番衝撃受けてるっつうの。あーどうしよう、超寒かったのに今朝どうやって過ごそう。あーマジでやばいよね。ふわりさん修理するなら絶対バラした形跡は消すように。バラしたのバレたら突っ込まれますからね。もへいさんというか汚れすぎじゃ ね、 汚かったね。道具出すのめんどい。三千管注意義務違反。綾波ゲイさん黄ばみがひどい。ひどいね。まあさんさん疲れるだけ。もう今朝2時間やって今日何時間やったこれ。キャンディーさん朝一で大家さんに連絡してみなよ。ネクさん電話持ってないんだよ。厚着するしかない。俺電話持ってないからさ。銀次ポンドさんタバコ吸うのが原因。綾波ゲイさん電話がない。お電話ないんだよね。
まあ3電話がない、うん、電話持ってない。まあ3それが一番衝撃 W ジャジさん電話なし、うん、BNF3AAA まさきさん電話がない、電話持ってないよ。世界の爆笑よしおさん、エアコンの寿命は5年基盤がダメになるパターン。シカゴンさん、不動産屋に連絡してみたらいいかも。里芋王子さん、携帯ブラックで契約できません。キャンディーさん、公衆電話2号。綾波ゲイさん、スマホ持ってませんでしたっけ。あきこさん、初見ですをプレゼントしました。スマホで配信やってるよ今。初見です、ありがとう。もしよかったら皆さんフォローしてください。まさきさん、スマホはあります。シムがない。銀次ポンドさん、テレホンカード探せ。まあ三手紙だそう。ニートさん、 IP 電話のアプリとかあったような。まあさんもしくは電報。綾波ゲイさん、のりこさんに借りれない。借りれるよ。ラランさん、電報。世界の爆笑よしお産室外気が原因だぞ。まあさんさん、公衆電話に行け。神風555さん、リサイクルショップで暖房器具買ってきなよ。まさきさん、はがきで十分だと思う。少し回るんだけど、その後回んないの、なんでなんだこれ。みーすけさん、暖かくならないの。回ポポタンさん、ね、10円大量に持ってたら公衆電話で電話できるだろう。世界の爆笑よしおさん、湯たんぽでええやん。銀次ポンドさん、焚き火だな。何なんだろうこれ。いやー、専用ガンダムさん、モールス信号か糸電話で。綾波ゲイさん、去年の年賀はがき余ってますけど使いますか。いやー、ガルさん、初見です。寒くて無理だよ。あ、ダメだ、エラーだ。うん、止まる。まいったな。まいったな。里芋王子さん、大家に連絡してお願いできないのは家賃滞納してるからです。キャンディーさん、携帯借りて早く電話しな。ネクさん、一日中布団の中にこもっていれば耐えられる。まさきさん、大家の家に突しよう。ガツンとみかんさん、落ち葉で焚き火あったまりますね。まあさん、隣の部屋の人に電話を借りようず。ふわりさん、さっき半見ましたが、なるべく毎年エアコンクリーニングをおすすめしますね。いやー、専用ガンダムさん、基板のハンダがはげてもエラー出ますからね。いやー、きついよ。エアコンついてよ。おならちゃんさんのリピーの電話借りたらええよ。あん、ラランさん、ガス使えますか。フンティン丸さん、ワードはかわいそうじゃないけど、ふみあきさんがかわいそうです。あー寒い、どうしよう。ガツンとみかんさん、暑い夏を想像して1日過ごしましょう。マジかよ、前治ったのにな、これ何回かやったら。綾波ゲイさん、鳥の命。道具出すのめんどい、三水曜日だから不動産屋休み。キャンディーさん、素人じゃ無理やって、はよ電話しなよ。電話持ってないって。
回言わせんだよ。ダメだ、冷房だと回るんだけど、すぐ止まらな。ファンが止まる。家賃滞納してるからです。ファンが動いたり止まったりするんだよね。なんだろうこれ。ガツンとみかんさん、うちの猫はこたつで丸くなる。かーくんさん、ただ見ているだけじゃ絶対に治らないかと思います。まあサンフル道具屋で電気ストーブ買おうよ。どうしようこれ。あーエラーだまた。あーイライラする。綾波デイさん、住所教えてくれたら代わりに電話しますよ。ガツンとみかんさん、一曲歌いましょう。ラランさん、ガスコンロつけてると割とあったかいですよ。いや、専用ガンダムさん、もっとも修理といってもメーカーは基板とかデバイス交換するだけやけど。腹減った腹減った。ねえ竹野内豊に似てる。兄様ともゾウさん、竹野内豊っぽさ出てる。俺ニコ生からふわっち来た時だいぶ意識してるんだけど、竹野内豊っぽくなってる。おならちゃんさん、お金あるんだし、ね、暖房器具買いに行こうぜ。竹野内豊っぽい。どう、妖精や子さん出てない。出てない。ヒロ音符さんはわら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 。 BNF さん出てない。出てないんだ。ゆりさん、え、青汁さん、なってない。なってない。まさきさん、工場で使うようなストーブ買おうか。ガツンとみかんさん、生ずにそっくり。道具出すのめんどいさん、うるせせよりめ。かーくんさん、逆に竹野内豊かじやないの。みーすけさん、出てるわけない。バンパースさん、竹の来ない浴衣に似てる。綾波ゲイさん、広末涼子ぽくなってます。青汁さん、眼科医系レベル。伝説のマッターマット冷え性星さんさん、竹の内ではないかな。まあさん、札幌ポテトサラダ味っぽい。みー、スマホ赤さん、ロンパリのくせに。綾波ゲイさん、幕の内方。ガツンとみかんさん、アンチばかり。出てないんだ。いや、専用ガンダムさん、 CRC からエレクトリッククリーナーあるから基板に吹きかけてみるのも良いかも。ヒデタンさん、大家に言えば変えてくれるよ。ガツンとみかんさん、いらんこと言うから。何様、兄様ともゾウさん、タバコのヤニでモーターに負荷かかってるな。弱く回るんだけどすぐ止まるんだよな。何だろうこれ。ヒロ音符さん、ただエアコン眺めてても解決しないバカなの。あ、またエラーだ。なんだろうこれ。ユピーさん、めちゃ空気悪そう。なんだろう。あー疲れた。まさきさん、ごめんバカです。綾波ゲイさん、生ポウチ豊か。ヒデタンさん、メーカーに電話したら。何様、兄様ともゾウさん、 CRC あれば刺してみよ。日産さん、ガス管を100本穴開けて。あーもうやめだやめだやめよ、くだらない。ガツンとみかんさん、350人に恥さらし。へこむわ。バンパースさん、マジレスすると外にある排気溝の数がないかのよう。へこむわマジで。クリスマスは停電、次の日ユピーさん、今までやってやめかよ。まあさん、外で暮らしてた時より恵まれてると思えばいい。まあ、綾波ゲイさん、リスナーさんに指揮者がいる。ゴールドキャット産出、外機の基板がやられてますね。わら、ヒロ音符さん、管理会社に電話しろ。わいわら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 。日産さん、これで支援かっぽがぽ。二宮たかちゃんさん、年末エアコンがないと辛いですよね。道具出すのめんどい3年末年始も無理だろうな。ひでたんさん、いいから大やか管理会社に電話しなさい。眠くなってきたな。でも太陽があるとあったかいな、やっぱな。太陽が出てから急にあったかくなった。ユピーさん、暖房もエアコンなのか。太陽ってすげえな。
暖房エアコン。カー君さん、エアコン壊れただけでこんなに閲覧上がるんだ。まあ三風邪ひくとさらに最悪だから、外に出る服装でいた方がいい。のこのこさん、ピーちゃんが心配。だから電話持ってないって言ってんだ。電話持ってないよ。ゆぴーさん、正月やばいな。道具出すのめんどいさん、普段から清掃しないから自業自得。いや、今日めちゃめちゃ寒かったよ。キャンディーさん、今週からめちゃくちゃ寒くなるよ。やばいよね。ジャジさん、エアコン故障で太陽再評価。いや太陽すげえわ。ネクさん、大寒波来るんやって、寒いぞ。やばいよね。おならちゃんさん、ほんとなぜ連絡しないのか謎です。シーサローソン部公衆電話機が。ユピーさん、電気ストーブ買え。里芋王子さん、理由つけてたくなに大家に連絡しないのは家賃滞納してるからです。ヒロ音符さん、配信切って電話しろよ、わらわらわら。伝説のマッタマット冷え性星さんさん、28日から大寒波来ます。火炎不炎さん、投資しちゃうよ。ニムロデさん、北海道買い込もう。あやなみげいさん、冷凍おじさん。キャンディーさん、とりあえず電話借りて早めにした方がいいよ。ゆぴーさん、布団の中で食はそう。ヒデタンさん、メーカーに電話したら。何食べようかな、今日。腹減った。シーサルオソング公衆電話行けって。妖精が子さん、料理したら部屋の中も少しは暖かくなるよ。ね、なるよね。あと眠い。あ、またエラーだ。ヒデタンさん、100円なら貸すよ。ヒロ音符さん、鏡の前の猿かよ。いい、おならちゃんさん、のりこの電話ないのかよ。のんちゃんいない今。あやなみげいさん、しばらく毎日すき焼き鍋にしましょう。ハンナ南風さん、文鳥だけは助けたい。にゃー専用ガンダムさん、メーカーよりも大家が先でしょうね。勝手なことして修理代自分持ちになる場合もあるから。参ったな。何回かやってたら治ったのにな、昔は。今回ダメだ、外れだ。今回外れ。前何回かこれピッピピッピピやってたら治ったんだよ。今回は運がねえな、ついてね。おたけさん、コンセント抜き差した。何回やったか、もう100回ぐらいやったよ。夢の国さん、管理会社に電話ですね。ヒロ音符さん、ここまでガンナに電話しないのは家賃滞納してるんだな。ハンナ南風さん、こういう時はのんちゃんだろ。 DD さん、仕方ない、カメラ売ろう。ともさん、管理会社がすぐ変えてくれますよ。火炎不炎さん、諦めて次の段階に行った方が早いよ。諦めた方がいいかな。ハンナ南風さん、魔法かけてもらえ。二宮たかちゃんさん、もう寿命なんでしょうね。コニーコーさん、家賃払ってないの。寿命か。火炎不炎さん、買い替えよう。まあさん、これじゃ寒くて乗り子も来ないね。DD さん、パルパルと同棲すればデビー熱であったかい。
青汁さんアイテム欲しいから連絡しないんですよ、察しなさいわら。夢の国さん結局貧乏ネタが一番盛り上がるんだな、ショー。里芋王子さん家賃の話はスルーしてるんで察してください。何食べよっかな。もぐおさん木曜から寒波が来るから辛いぜ。セデスさんお前スマホ持ってるじゃん、電話しろよ。シューフ特産お菓子食べよう。ガツンとみかんさん気持ちだけ。サマーダイナマイトシリーズ爆竹。うるさいから米部切るわ。ヒロ音符さん家賃対応してれば電話できない。わら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 。超うるさい本当に。お前らの声を奪うわ。よいしょよいしょ、これ静かになった。ざまあざまあ、あへこむわマジで。なんでだよ。なんでだよ。すげえ悔しいよ俺。なんでみんなクリスマスいい思いしてんのに俺だけこんなんばっかりなんだよ。閲覧ばっかり多くてよ。全然いい思いないじゃねえかよ。あー、頭きた。寒い。何食べよう。大地震来たらね、この部屋じゃなくてもやばい。まずつ超やばい。寒い。いや平気じゃないよ。ちょっと今日あの温める電球つける。シャカとベコのホットヒーターがあるからエアコン買い替えるかなんかないよな。もう俺の財布の中2万しかない。全財産2万だから。こたつ広げらんない俺の部屋。いやシャカとベコはホットヒーターあるから、シャカとベコあの後でつける。あの裸電球みたいな。
あ、またエラーだ。エラーばっかりだね。もう半年ぐらい前からこう何回かコンセント外したりしてたらついたの。10回ぐらい、20回、10回やったら治ったの。今日はもう50回以上やったら無理。完全イカれた。多分なんだけど、モーターがイカれてる。モーターがイカれてるっぽいね。灯油は買えない。あ、ソラノスケだ。かわいいかわいい。ソラノスケいらっしゃい。なんか一応エラーはね、内部の基板かモーターだって出てる。柿の種。嘘。カナブンで。やば。だから柿ピーとかがうまいね。わあ、花火ありがとう。ありがとう。パンダパンさんありがとう。5年前、2013年だって。寝袋？いや、マジでピンチだよ。すごい吸盤になったね。いやでも来た時綺麗だったよ。いや無理、外せなかった。カバー外せなかった。無理だね。入ったな。行ってらっしゃい。ありがとうね、タカちゃん。いつもありがとう。
室外機側かな。何なんだろう。ツイキャスでまったりやろうかな。なんで今日閲覧こんな多いの。モーターなら3000円ぐらいか。するよ。寒いね。可愛い女の子、おっぱいの大きい可愛い女の子、裸で温めてくんねえかな。専属、専属で。可愛い女の子が毎晩裸で温めてくんねえかな。いない誰か。毎日寒くなると裸で温めてくれる可愛いリスナー。俺結構ね、このね、なんだっけ、この子好き。空之助の顔好き。空之助可愛くない？おっぱい小さくてドブスなら心当たりある。室外機のファンモーターが錆びてる。モーターも当たり外れがあるから。どうしよう。電話すっか。今日何日だっけ？ 26？ 今日。今日26？ まだ間に合うかな。おはよう。大家さんに電話するか。クリスマスの次の日か。参ったね。てか悪いな、ヒカルくんからアイテムもらっちゃったよ。いくらぐらいなんすかね。なんか業者の人が言うにはわかんない、仕入れ価格なのか、だいたいいくらぐらい直るんだろう。全然わかんないっす。エアコン修理高い？全然わかんねえ。一応ね、なんかプロのエンジニアさん何人かコメント書いてくれてんだけど、
メーカー早めに連絡がいい。近くだったら無料で新品状態にしてあげられますか。新宿ですね僕。エアコンついてた。ついてた。エアコンついてた。高かった。ああいうのは高いんじゃないの、軽自動車で回ってるやつとか。費用かからないか。いやでも気持ちが嬉しいよね、ふわりさんのね。まさかエアコンエンジニアリスナーこんなに集まると思わなかった。ありがとう風船、ありがとう。おはよう。パーツなら安いけど業者入ると工賃商品まあ 2,3 万かな。ホースの中の金分取るだけで 7,000 円か。まあ2万ぐらいかかんだろうな多分な。まあ多分大家さんに言ったら無料でやってくれるだろうけど。でもねここの大家さんひどくて、ガスコンロ壊れた時もなんか直してくんなかったの。なんか電気屋さんに行って買ってくれとか言われて。だからガスコンロもあの外付けなんだよね。のりこが買ってくれたんだよね。だからエアコンもなんか適当なこと言いそうなんだよね。ね、法律で保障されてるよね。備え付けは。いやだからおかしいんだよ。裏圧で風量アップもしてあげられる。あ、フォロー大歓迎ですよ。ぜひぜひ。また見たいなと思ったらフォローしてください。ツイッターもやってるんで。おお、さつきちゃんおはよう。個人持ち家が多いんだ。これエアコンきついよな。つけっぱなしだったらなんとかなるけど、一回止まるとずっとこの状態だから。あ、管理会社経由だよ。管理会社経由。管理会社だよ。シャカトペコはまあ大丈夫そうだけど、まだ今日の夜とか明け方しんどかったかな。ぜひぜひ。ちょっとじゃあ今大家さんに電話してくるわ。ちょっとこれひどすぎる。ガスコンロ違う、備え付けのキッチンについてるやつ。今あるやつは持ち込みじゃないの。のりこに買ってもらったやつの。大家さんがやってくんなかったから。じゃあちょっと皆さんフォローよろしくお願いします。あ、そうなんだ。ふわりさん長いんだ。ありがとう。うん。じゃあ皆さんフォローしてください。ツイッターもフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。おつです。花火花火くれた人もありがとね。みんなは暖房壊れないようにしてください。おつです。